ともかもですぐですね、今回なんですけども、皆さん、アップデートもね、もうバチバチに熱いというかね、すごい話題になっているね、まあ、その一つの強化されたね、武器があるんですよ。それがですね、プーシコー、うなうり、あ、間違えた。KRM、イェーイということでね、まあ、とりあえずこんな強化来てるんですよね。ダメージの強化と、あと射程距離が倍増、そしてヒップショット、腰打ちですね、の命中率がアップしたということで、でですね、強化後の KRM 何が強いかっていうと、特にね、腰打ちなんですよね。まあ、大体10メートルぐらいでも、ワンパンできるし、まあ、10メートル以上とかになっても、まあ、大体は2パンと。まあ、これぐらいの距離だったらね、ピースキーパーとかにも、ほとんど負けることがないんですよ。中距離、特に腰打ちの戦いやすさっていうのは、すごく強化されています。今回使うカスタムはこんな感じです。カメさんいる。いますね、ということですね、やっていきましょうか。もうこれ、今回でとりあえずね、敵に下打ちされてもいいから無双する。こう寄って、無双するこれ。もうね、これ、あ、ちょっとだけシークやったら大丈夫。ちょっとだけシークやったらそのわけわかんないんですけども、とりあえずね、まあ2回に入れちゃうと大丈夫かな。まあとりあえずね、そのショットガンが2回を取ったところでっていう話なんですけども、向こうからですね、一旦これピンピンエイムでかましていいっていうのこれ下にいると思います。味方がやりますんで、こっから来るともね、パーオッケーオッケー、わかりますか、射程がね、めちゃめちゃ長くなっておるんですよ。ちょっとまた今回ね、まあショットガン使ってるんで、足音がかなり大事なんですよね。なんですけども、めちゃくちゃめちゃくちゃ喋ってたらですね、この足音が聞こえないということなんですけども、反射神経で。これな、ほんまにね、ワンパン範囲がエグいよ。もうちょっとエムね、それだとしても、普通にこれワンパンやれるっていうね。で、絶対2回来ると思う。間違いない。これ、1回上からやれんかって思った。こいつはね、絶対俺のこと、これ、殺しに来るって分かったんだよ、お前に。まだ来ると思いますんで。これ多分ね、ずっと2回おったらうさがられるぞ。しちゃおんな、なんか。いや、なんかめっちゃ俺のこと言ってるが、親方するから女の子いいっすね、すね。で、ちょっと今回そのアドバンス UV 持ってきてるんで、一旦これ2回って、これワンチャンいるかもしれない。ちょっと大丈夫かこれ。いや、さすがに俺のこと、そろそろ殺しに来ると思うんだけどな。多分相当うざがられてると思うよ、俺は。リアルでもゲーム内でもうざがられてるからな。オッケー、一旦買っていってるのは。なんかこれチョッパーもいるんですけども、チョッパーもね、どうやら強化来たらしいですよね。で、俺はあえてこう言って、こうして、こうして、こうして、こう、はい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 、これで強くないってやつをね、これでね、なんか、いやいや、そうやってあたりカメラが強いだけやんってやついますかな、これな、一体指しょっかしで死ぬ。今日ほんまにやるぞこれ、何かと言わんけどもうね、言うたら死ぬんよ。言うたら死ぬ呪いほんまに。こっち待って、これ2回ちゃうかな。てかね、なかなかこいつら、俺に、殺す、お前ほんまに、お前ほんまに心臓止まるとかやったって今。てかちょっと俺、今ちょっと弾が心配やな。上がってきてる。こう、あぶれあぶれ、ほんまにあぶれ。おー、待って、2階の手よ、ほんまに。子供部屋おじさん無双してる俺今。絶対来る。ちょ、ほんまに今何キル。ちょ、俺ほんまに、てかこれでビート出るのか。絶対、いやー見てんな。多分これはね、俺そろそろ2階から出た方がいいと思うわ。ちょっとこれは、撤退せなあかん、2階から、間違いなく。居場所もうバリバリにバレてるから。はい。ああ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 、これもう出たって言っていい？なあ、しかも途切れたし、もうなんか、最悪や、マジで。これ間違いなくさ、あと1キロでさ、角やったからさ、マジで、何やったっけ、スイッチブレードか、あいつだけはマジで俺の全てをかけてね、もう地獄に送り込むぞ、ほんまに。地獄の万人亀って言われてますからね、守るだけじゃないんですよ。送り込むこともできるんですよね。オッケー、ちょ、試合再開していくんですけども、なぜ童貞？しかもなぜ、ま、しかもなんか、なんか敵抜けてない大丈夫、しかもね、今ダイパーしたことによってですね、なんかちょっと今、手の色がおかしいし、なんか小指の下が変形してるわ、ほんまに。なんかちょっとしかも、敬礼してるしな。待てた感じで置いといてですね、やっていきましょうか。もうほんまにね、敬礼するのはチンポだけにしてくるっていうね、その冗談も結構ありそうなんですけども。さあ、冗談はここまでしておきましょうか。てか、ほんまに、やばい、クソ黙りができてる、クソ黙りがほんまに。オッケー。こいつは絶対にかかってくる。これなんだよな。早赤おつ、お前や。お前ほんまに。ちょ、今の下打ちじゃないですよ。煽り行為じゃないんでね。俺が生まれた町では、対戦ありがとうございましたっていうね、そういうメッセージなんで。てか、一旦ね、うますぎる俺。おー、お前だ！てかねー、クイッ。てかねー、ちょっと待って。俺今喋ってんねん。俺今さ、ガーホつけようと思ったんですけども、
通にクイックビックスのいい、クイックビックスの方がいいっていうことに気づいてしまったね。まあガオで俺一応やったんですけども、今の環境でやるんやったらね、間違いなくねクイックビックスは必須やと思うわ。で絶対カールする。あ、どんな60入れて、はい、しっかり決めて、いいねいいね。まあそのワンパンできなかったとしてもダメージがね、そのすごい上がってますんで、まあそれがすごく中距離戦いやすいっていうところですね。こっちやな、これ慎重に行こう。オッケー、そこの距離もワンパンでやれるよ。こんなリロードしてんな。あ、どういった、オッケー。いやこれマジで用列車許されへんな。これ敵にこんなこと、俺もう途中抜けしてるぞ間違いなく。 COD のアカウント売ってると思うけどな。いやーちょっと後半失速してしまったな。でも命中率 70% はでかいでしょ。ピンピンフィールド、ドームかまですぐですね、このマップでですね、KRM をね、使わせてみ、飛ぶぞ、の前にですね、ちょっと一貫ね、俺のそのピンピン M を披露していきましょうか、なんですけれども、これ多分センターから来ると思うんですけども、ちょ、味方、ちょ、待って、これ敵相当び、おいおいおい、オッケー、これで一旦、キル数を稼いでいきましょうか、その前線のね、その敵の前線を削っていきたいところなんですけども、ちょっとね、エイム頑張ったんでやめておきましょうか、これワンチャンね、そのあいつ、無視ね、あいつ無視ね、で、一旦中に入る、一旦中に入ってもらって、敵の、これ敵の背後からこう攻撃するんでしょ。だからこんな感じに蹴って、そっか蹴ってあげて、これなんだよな、これがね、そのハンドガンとあとショットガンのコンビネーション。オッケー、一旦 UAV 出していくわ。ちょっと待って、これ UAV で脇を確認して一旦そこ向かっていくんですけども、ちょっと待ってよ、多分こっちかけてんな。ちょっと待って、あのめっちゃツバルさ、めっちゃツバル詰める、しかも iPad 臭、めっちゃツバル詰める。これなんか正体、なんか多分ね、あいつ俺にビビったぞ、俺にビビってどっか行けなかったな、なんですけども、てかね、ちょ待って、 iPad 臭すぎる、マジでほんまに。あのね、1試合目興奮して出してもうたわ、ぶっかけしたわ、ぶっかけプレイしてもうた。てかね、これね、思ったんですけども、腰打ちの方が強い、ほんまに。あのさっきのも言ったんですけども、腰打ちがバカみたいに強すぎてね、ワンパンハイがやべえ、ほんまに。あの月にも届くレベルって言うと、ピンピン、オッケー、ピンピン M でしか買っていっての、俺のピンピン M ダメだよ。まあ、とりあえず今の KRM は自分がしっかりその有利な状況で打ち合えてるのかっていうところをね、まあ、分かってる人だったら俺は全然使ってもいいんじゃないかなと思っております。いいっすね、マジで楽しいな。いや、これ赤いやろ、これ。あのね、普通、まあ、弱体かとは言わないんですけども、まあ、ニュークタウンやから強いっていうところは、まあ、正直ある。これまだ、こっちから湧いてんのか。オッケー、待って。ここの中、外のやつ掃除してあげようか。で、こっちから来ると思うんで、一旦そこも買っていく。オッケーオッケー。アドバンス UAV も全然あるでしょ。ちょっと待ってよ。こいつの距離振ろうか。これで一旦ちょっと中距離は任せてくれ、俺に。オッケー、そこも買っていいの。てかこれさ、相手になんか KRM なん、俺のパクってんのかな、あの KRM。まあ、とりあえずね、この時はね、マジで相手のその建物の中に入り込めればいいんで、体ねじ込めてね、まあ、ヘッドスライディング。建物の中にヘッドスライディングすれば、とりあえずね、まあ、大体のやつは枯れるんで、買ってのいいですね。オッケー、いいね。あの距離でもう ADS でワンパンでやれると。まあ、言うてどうなんかな、多分変わるのは、1、2メートルぐらいやと思うんだけどな、ワンパン範囲っていうのは。まだこっちから湧いてるよな。90? こいつ上がってくんだ多分。オッケー、勝手のいいね。でも相手をイラつかせるんやったらこの武器がナンバーワンやと思うわ。オッケー、一体ウェブとしょっかりしだしての、この頭いっからしてちょっと借りたいな、一人ぐらいは。てか中これバリクソルやろ、多分ね、階段の下側におると思いますんで。オッケー、中おんな。俺ガチで今ショットガンの中で一番強い KRM やと思ってるわ、これマジで。ちょっと待って、まだこっちから湧いてんな。ハンドガンでリスキルするか。ハンドガンでリスキルされる気分はどうや。ナイス、いいね。ちょっと待って、これもう一回アドバンス指あるわ。あと4キルか。多分建物の中で適当にイモイモオナニーエイムかましてたら多分出ると思う。これまた脇変わったかな、センターの方か。いや、まだこっちやな。オッケー。いや、このコンビネーションが良すぎだマジで。相性がね、カレーとリンゴ並みにいいよ。カレーとリンゴが相性いいか分からんけど。まあ、とりあえずこんな感じですね。ちょっと最後の方はね、気持ち良すぎて、ろれつが回ってなかったわ。ここだけの話。禁断症状。という感じでどうだったでしょうか。これからもですね、こういった動画上げていきます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。